こんにちは、東大卒の星耳です。私は大阪の公立高校から現役で東大の理科2類に合格したんですけど、よく東大行ける人ってどうせもともと頭がいいんでしょうって言われます。それでね、ちょっと気になって遺伝子検査を受けてみました。遺伝子検査である程度もともと生まれ持った計算能力とか暗記力みたいなのがわかるって言うんですね。なので今日はその結果を発表します。遺伝子検査結果を発表する前に、私が検査に使った商品をご紹介します。私が使ったのはジーンライフジェネシス 2.0 っていう商品で、自分の能力とか体質とか360項目の遺伝子を調べられるというものです。検査方法はね、なんか専用のキットに唾液を取って、それを郵送して、その後アンケートに答えてっていう感じで、だいたい唾液を送ってから1ヶ月ぐらいで検査結果をいただけました。検査自体はね、私は2018年に受けたんですけど、まあ、遺伝子検査っていうのは生まれ持ったものを検査するものなので、1回受けたら検査結果は基本的に変わらないと言われています。なので今日はその結果をご紹介します。いろんな項目があるんですけど、今回は受験に関係しそうな能力に関する項目の遺伝子検査結果をお見せしたいと思います。このね、能力の中にも味の感じやすさとか匂いの感じやすさみたいな項目もあるんですけど、特に大学受験に関係しそうなところだけ見ていきますと、このあたりですね、記憶力標準1個飛ばして、計算速度やや速い傾向、次から情報処理速度なんですけど、標準遅いやや遅い、標準やや速いやや遅い、標準やや速いなんですね。でこのね、情報処理速度は8個もあるんで、単純に標準とかやや速いとかを集計してみると、やや速いが2個、標準が3個、やや遅いが2個、遅いが1個で、情報処理速度全体で見るとちょっと遅いっていう感じになるんですよ。だから今回の結果をまとめると、計算速度はちょっと速いけど、記憶力は標準的で、情報処理速度がちょっと遅いっていうことになるんですよ。私が東大卒だってことを考えるとちょっとびっくりしません？でもう一回判定の全体を見ていただきたいんですけど、大体は標準とかやや速いとかやや遅いなのに、1個だけ遅い傾向って出ちゃってるものがあるんですよ。情報処理速度シンボルサージっていうものです。これがね、どういうものか気になる方が多いと思うので、まあ、今回ね、全部説明するとすごく長くなっちゃうんで、今回はね、これだけを詳しく説明しようと思うんですけど、この能力はこんな図があった時に、上段と下段で同じ記号が含まれているかどうかを早く正しく判断できるかみたいな能力だそうです。このテストの場合はね、上段と下段には同じ記号がないっていうのが正解なんですけど、これがどれだけ早く正しく判断できるかっていうことなんですよ。でこれがね、私は遺伝的にどれくらい遅いかっていうと、なんと人類の下から 8.6% です。私は遺伝的に見ると、このようなテストに関しては 91.4% の人に勝てないっていうことになるんですよ。これができないと、受験で言うとね、まあ、英語とか国語とかで探しているキーワードをすごい長い長文の中から探し出す時とかに結構苦労しそうな感じですよね。私の遺伝子検査結果をお見せしましたが、実際はこの検査で分かる能力以外の能力っていうものがある可能性はあるし、このジーンライフの遺伝子検査キットの信憑性がどうなのっていう声もあるんですけど、この検査結果で言うと、私の遺伝子の受験に関係しそうなところに関してはかなり標準的な感じでした。なんかね、この検査結果のところにも書いてあるんですけど、遺伝子の能力に関する項目のところは生まれた後に何をするかで結構大きく変わるんです。私結構今までの動画でもご紹介してきたんですけど、高校時代本当にめちゃくちゃ勉強したんですよ。きっとそれで遺伝子の基礎的なところを超えて東大に合格できたんじゃないかと思ってます。だからもし自分は勉強ができないって思っている人がいたら、私自身もね、小学校の時は自分は勉強ができないって思い込んでたんですけど、成績を上げたいならがむしゃらに勉強してみてください。遺伝が全く関係ないとは言いませんが、周りの友達が1日2時間勉強してそうなのであれば、1日5時間勉強するときっと成績は上がっていくと思います。ということで、また近々私の大学受験直前のルーティンの再現みたいな動画とかも投稿していければと思ってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではご視聴ありがとうございました。またね。